イスルギミチユキイスルギミチユキ10月15日昭和62年1月25日は日本の大倉官僚政治家自由民主党衆議院議員参議院議員科学技術庁長,長官元衆議院議長林上司の女性元衆議院議員岸田正樹の妻和子はいとこにあたる岩手県市和郡赤石村に生まれたイスルギ工事の次男 森岡中学、旧政府立高校を経て、1939年、京都帝国大学法学部卒業、大倉省に入省。広島税務所長、吉田内閣総理大臣秘書官、主計局主計官、東海財務局長などを歴任した後、1960年に退官しその年に行われた衆院選に、旧岩手一区から自民党公認で出馬したが落選。 3年後の1963年の衆院選に旧岩手一区から再び出馬市初当選を果たしたが、1967年の衆院選で再び落選。参院への蔵替えを目指し1968年の参院補選に岩手選挙区から出馬市当選。以降連続当選4回。党内では、高知会に属し、行政管理政務次官。 三位大倉委員長などを経て、1983年12月に第二次中曽根内閣の科学技術庁長官として初入閣を果たした。1987年1月25日、心筋梗塞のため死去、73歳没。ありがとうございます。